よう、お前ら、俺様だ。今回はね、第4回定期テスト、中学1年生の頃のテストですね。これは国語ですね、どう見ても。国語って、これ書いてあるしね、こう、名前のとこ隠してるから、ちょっと隠れてるけど、国語の答案用紙ですね。はい。で、これ丸が随分、これ縦長ですね。まあ、回答欄が縦長だから、丸が縦長になるのもごく自然なことですね。うん。で、ここは漢字。で、これはなんか漢字のなんか作りをね、うん。これ間違ってるね。これはね、まだれですよ。山いだれじゃなくて、まだれ。うん。そう。今の俺様はこれ答えられますね。うん、うん。今このテストをね、受けたらね、何点取れんのかな。この時は88点でしたね。はい。うん。ジバニャンがね、このテスト受けたらね、多分バカだから1点も取れないでしょうね。にゃん、そんなことないにゃん。1点ぐらい取れるにゃん。でもこのジバニャンはぬいぐるみだからね、そもそもね、テストはできません。にゃん、俺ちぬいぐるみだったにゃん。ということでね、今回は国語のテストでした。はい、それではさよなら、ぼーぼー。ぼー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 ぼ